こんにちは今回は数学1の2次関数の解説第19回目文字定数を含む2次不等式のところを解説していきますまずは161番から見ていきましょう次の不等式が与えられた解を持つように定数 bc の値を定めようです最初の問題は x の2乗プラス bx プラス c 第、えー、なり0の解が、えー、x 小なりマイナス23、えー、小なり x になると。これはあのー、こちらの方からね考えていきますと解がこのようになっている二次不等式、えー、x の2乗の係数が1である二次不等式を考えます。 解がマイナス2よりも小さい、あるいは3よりも大きいというのは、で下に凸の放物線というのはこういう感じですよね。で、これはまあちょっと頂点の場所とかは置いといて、因数分解系で考えると、この式はですね、x プラス2る x マイナス3が0よりでかいという式になっているはずです。x の2乗の係数が1ならばね。 この式とこの式が同等なはずなので、この左辺を、ね、展開して、係数を比較していきます。これとこれを比較します。はい、ということで、ですねこの式がこれと同じになっていてほしいので、b イコールマイナス1、c イコールマイナス6となります。 えと二次式に関しては、ですね、あのー、係数が、まあ、解が、ね、こうなるってことは、ですね因数分解系はこの形しかなくて、あとは、ですね x の2乗の手前に何らかの係数がついているっていうことを考えますが、今回は手前の係数が1なので、えー、もうこれしか答えがないということになります。過去に x の2乗足す bx 足す c 小なり0の解が。 マイナス4から1ということは因数分解系ではマイナス4と1がキーポイントになるんだけどこれが小なり0という形になっているはずです。これを展開すると x の2乗足す 3x マイナス4小なり0この2つが同じ式を表しているはずなので b イコール 3c イコールマイナス4ということになります。 続いて162番。今度は、x の2乗の手前に文字定数 a がついているので、もうちょっとやっかいになります。ax の2乗足す bx 足す8、大成イコール0。の解が、x 小なりイコール2、4小なりイコール x。はい、ということで。 これはですねあの、うんと、まず0以上の区間がですね図でしてみると、この2以下と4以上というふうになっています。まあ、ということで、元の式がね、1次不等式という可能性はないですけども、じゃあ2次だけどどっち向きなのかと。はいえー、0以上になる範囲が、 2以下と4以上ということはえ、こっち向きの放物線ではありえないので、まあ、こちら向きということになります。ということでですね、この式は、a 括弧 x 引く2括弧 x 引く4、えー、大なりイコール0という不等式の形をしていて、なおかつ条件として a はプラスということになります。これを展開すると、 AX の2乗をマイナス 6AX プラス 8A となりますが、この式とこの式が完全に一致しなければいけないので、ここからわかることは、8A イコール8、つまり A イコール1。まあ、A イコール A は何の条件にもなってないけど、えー、B イコールマイナス 6A なので、B イコールマイナス 6A、つまりマイナス6となります。 続いて、カッコ2。AX の2乗プラス BX マイナス4小なりイコール0の解がマイナス1から2という制限なので、まあ、これも一時不等式という可能性はないですね。これが、ね、0以下になっている、これが0以下になっているところがマイナス1から2ということなので、 上に凸つの放物線ではなくて、下に凸つの放物線ということになります。まあ、ということは、a がプラスということになります。で、その因数分解系は x、x マイナスプラス1 x、x マイナス2になっています。これとこれが同じものになっている必要があるわけ。で、これを展開すると、a x の2乗マイナス、a、x マイナス 2a。2 a となりますので、まあ、係数をね、一致させるから、a イコール a、b イコールマイナス a、マイナス4イコールマイナス 2a。この3つを同時に満たすものは、a イコール2、それから、b イコールマイナス2となります。はい、3番。同じふうにね、これも、まあ、ax の2乗足す bx-1、くイナリーイコール0。 の解が、えー、3分の1から2分の1というふうになっているんだけども、うんと、これはここが3分の1でここが2分の1で、この間で0以上。ということは、下に凸つの放物線ではないから、上に凸つの放物線ということになります、はい。なのでね、今回は a はマイナスになっていなければいけません。で、 その因数分解形は a かっこ、a カッコ x 引く3分の1 x、x 引く2分の1となります。これを展開すると、ax の2乗、マイナス6分の 5ax、プラス6分の 1a、ダイナリイコールゼロ。係数を比較して、これとこれが完全に一致しなければいけないので、a イコール a、b イコールマイナス6分の 5a、 で、マイナス1イコール6分の1 a これを解くと、a イコールマイナス6。で、b イコールプラスの5となります。はい。ということで、a はマイナスなので条件ちゃんと満たしているから、まあ、これが条件を満たす解となります。はい。では16に、163番。 次の不等式を解け、ただし、k は1より大きいものとすると。はい。k は1より大きいものとすると。これは、まあ、とりあえずね、因数分解できるならするんですけど、まあ、ここ、k、k×1 で、ここが k+1 だから、これは x-1×x-k に直すことができます。 でこの式の解なんですけども、えこれは k がね、あの1より大きいか小さいかで、倍分けをすることになります。まあ、つまり、まあ、あの1と k で交わるんだな、こういうグラフなんだなっていうことは分かるんですけども、k って1より大きいの、それとも小さいの、それとも同じなのかによって、まあ、1イコール k だった場合なんかは、答えは1以外すべてっていうふうになりますし、k が1よりも小さい場合は、 K より小さいと1より大きいになりますし、K が1より大きい場合は1より小さいと K より大きいという、まあね、こう3パターンあるんでね、K を数直線上こうね移動させるときに答えの範囲が変わってしまうので、基本的には場合分けで答えることになりますま。しかし今回は K が1より大きいという条件がついているので、この残りの2つのケースを考慮する必要がなく、まあ、 小さい方の回よりも小さい、っとっとっと小さい方の回よりも小さい、大きい方の回よりも大きいという、このパターンだけでおしまいです。では、えっと、じゃあ応用ということでですね。じゃあ次、164番です。まあ、今のが一つのヒントになったと思うんですけども、まあ、今回は特に正しがけがなくて、 まあこの不等式を解きなさいになります。んここですね。で、ここはですね、まあやっぱりあの因数分解が多分できるんですね。まあ、ここはマイナスの k プす1かける2になるじゃないですか。まあ、だからこうタスき掛けでですね、えー、片方が k プす1、まあこれはマイナス倍でしょうね。で、こちら側が2とすると、まあタスき掛けて、 真ん中がね、マイナス K+1 になり、この形を満たします。はいということで、これは x-k-1 と x+2 に因数分解ができます。まあ、こうしとこうか。はい、ここで、うん、K+1 とマイナス2が解になる、解っていうか、x 切片になるんだけど、その代償関係がわからないと。 ということで、えー、マイナス2よりも k たす1が左側にあるときと、マイナス2と k たす1が一致するときと、マイナス2よりも右側に k たす1がずれてきたときに分けて答えます。はい。ということで、このときなんですが、これは数直線を見てね、k たす1はマイナス2よりも左側。 すなわち、k がマイナス3よりも小さいときですね。このときの答えは、まあ、あの小さい方の解よりも小さいと、大きい方の解よりも大きい。これが答えになります。k たす1の値がマイナス2と一致するとき、まあ、すなわち、k がマイナス3であるとき、 まあその場合は、この x イコールマイナス2のところ以外が答えなので、まあ、マイナス2以外は全て答えであるというふうになります。3番目のケースは k、k たす1がマイナス2よりも大きいとき、この場合ですね。で、これは言い換えると、k について解くと、k がマイナス3より大きいとき。すなわち、この場合の答えは、 x はマイナスによりも小さい、または k プラス1よりも大きい。これが答えになります。はい。ということで、これね、回、まああの,解の、あのー、因数分解できる問題だからね、まあ、こんな感じになりますが、まあ、これが回の公式を使わなきゃいけなくて、なおかつ場合分け、何点だったらちょっとさすがにつらいですね。はい。 ということで、まあ、この手の式が出てきたら、まあ、因数分解ができるものと信じて、まあ、たすきがけを試してみましょう。で、その後は、その k たす1、まあ、その文字がね、大きさが分かってない場合は、その代償関係を考えなきゃいけなくて、そこに場合分けが発生します。今回の解説はここまでです。